はただいまより第52回福岡市文学賞の贈呈式を開始いたします。はじめに主催者を代表して福岡市長高島総一郎に代わり福岡市副市長中村栄一よりご挨拶を申し上げます。皆様こんにちは。ただがご紹介に預かりました福岡市副市長の中村でございます。本来ですと市長の高島がこの場に来てご挨拶させていただくべきところではございますが、公務の都合でかなりませんでした。本日は高島市長よりメッセージを預かってまいりましたので、私から代読をさせていただきます。令和3年度福岡市文学賞を受賞された皆様、この度は誠におめでとうございます。心からお祝い申し上げます。福岡市文学賞は各部門において優れた活動を続けてこられた方々を顕彰するため、昭和45年度に創設し、これまでに多くの方々を顕彰してまいりました。本年度は小説評論部門の米本浩二さん、詩部門の荒平大和様、伊藤冬様、短歌部門の竹中優子様、俳句部門の大藪紀美子様、川柳部門の萩原夏子様に贈呈させていただくことになりました。受賞者の皆様には心からお祝いを申し上げます。日頃より文学活動において数々の実績を重ねられ、そのたゆまぬ努力とご熱意に対しまして心から敬意を表します。福岡市ではこれまでも数多くの優れた作家が生まれてきました。今後も皆様がますますご活躍され、福岡市の文学を育む土壌が多彩かつ豊かなものとなることを期待をいたしております。福岡市におきましては文化芸術を生かした心豊かで多様性に満ち、魅力とそして活力あふれる都市の実現に向け、令和4年度は多様な魅力が輝く彩りのある街を目指し、福岡アートネクストとして市民が身近にアートに触れる暮らしの推進ですとか、アーティストの成長支援に取り組むことといたしております。今後とも皆様のなお一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。結びに本賞の選考にあたりご尽力いただきました選考委員の皆様に厚くお礼を申し上げますとともに、本日ご列席の皆様のご健勝とご活躍を心から記念いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。令和4年3月26日、福岡市長高島総一郎代読。本日は誠におめでとうございます。本日は本賞の選考にあたりご尽力いただきました福岡市文学賞選考委員会委員の皆様にお越しいただいております。ここで委員の皆様を代表して委員長の劉秀美様をご紹介いたします。お忙しい中ありがとうございます。また福岡市総合図書館総館長の井上輝明様にもお越しいただいております。ありがとうございます。それでは贈呈に移ります。お一人ずつご紹介をいたしました後、
受賞者の皆様に賞状を贈呈いたします。はじめに小説評論部門の米本浩二様です。米本様は石牟礼道子氏の評伝を生前に執筆、病床に寄り添いながら彼女の晩年を見守られ、自身の心に響く石牟礼道子像を自らの言葉で描き出すことに全力を注がれた点が高く評価され、今回の受賞となりました。それでは贈呈をいたします。中村副市長、中央へお進みください。米本様、お進みください。賞、米本浩二様、第52回福岡市文学賞を贈呈します。令和4年3月26日、福岡市長高島総一郎、おめでとうございます。おめでとうございます。米本様、中村副市長、どうぞご着席ください。続きまして、市部門の荒平大和様です。荒平様は令和3年に詩集歩く魂を上梓されました。親しんだ土地と言葉の結びつきが特徴的で、日々の出来事に詩作が重なり、表現の方法にも十分に自覚的である点が高く評価され、今回の受賞となりました。それでは贈呈をいたします。中村副市長、中央へお進みください。荒平様、中央へお進みください。賞、荒平大和様、第52回福岡市文学賞を贈呈します。令和4年3月26日、福岡市長高島総一郎、おめでとうございます。おめでとうございます。荒平様、中村副市長、どうぞお着席ください。続きまして、市部門の伊藤冬留様です。伊藤様は詩集において日常と映画やキリスト教信仰から示唆を受けた作品が入り混じる精神の面白さがあり、多彩な世界が混然としながらも全体の構成や表現が熟練している点が高く評価され、今回の受賞となりました。それでは贈呈をいたします。中村副市長、中央へお進みください。賞、伊藤冬留様、第52回福岡市文学賞を贈呈します。令和4年3月26日、福岡市長高島総一郎、おめでとうございます。おめでとうございます。伊藤様、中村副市長、どうぞお着席ください。続きまして、短歌部門の竹中優子様です。竹中様は令和3年に歌集和を作るを上梓されました。第62回角川短歌賞を受賞されるとともに、文学ジャンルを超えて自由詩、短編小説の執筆に挑戦するなど、マルチな才能を発揮されています。従来の短歌界に依拠しない作風で、今後の歌壇のありようを大きく変えていくであろう、その影響力が高く評価され、今回の受賞となりました。それでは贈呈をいたします。中村副市長、中央へお進みください。竹中様、中央へお進みください。賞、竹中優子様、第52回福岡市文学賞を贈呈します。令和4年3月26日、福岡市長高島総一郎、
おめでとうございます。おめでとうございます。初めて様、中村副委員長、どうぞご着席ください。続きまして、俳句部門の大藪公子様です。大藪様は令和3年に句集花ばよりを上司されました。俳詩冬戸に在籍し、多くの会に参加しながら俳句力を磨かれています。家族友人との交わりを明るく愛おしく詠まれ、情の深さや機微を内に込められた質の高い作風が高く評価され、今回の受賞となりました。それでは、贈呈をいたします。中村副市長、中央へお進みください。大藪様、中央へお進みください。賞大藪公子様、第52回福岡市文学賞を贈呈します。令和4年3月26日福岡市長高島総一郎、おめでとうございます。おめでとうございます。大藪様、中村副市長、どうぞご着席ください。続きまして、川柳部門の萩原夏子様です。萩原様は令和3年に川柳句集一文字綴りを上司されました。すでに川柳作家としての実績はもとより、各地川柳大会にも積極的に参加され、福岡県川柳協会会長、全日本川柳協会常任幹事として方針の指導や団体の運営に努められていることが高く評価され、今回の受賞となりました。それでは贈呈をいたします。中村副市長、中央へお進みください。萩原様、中央へお進みください。賞萩原夏子様、第52回福岡市文学賞を贈呈します。令和4年3月26日福岡市長高島総一郎、おめでとうございます。おめでとうございます。萩原様、中村副市長、どうぞご着席ください。ここで福岡市文学賞選考委員会委員長の劉秀美様より、受賞者の皆様へお祝いの言葉を頂戴したいと存じます。それでは劉様、よろしくお願いいたします。本日は福岡市文学賞の受賞者の皆様に心よりお祝いを申し上げます。また3年ぶりに皆様と集う受賞式を開けましたことを誠に嬉しく思っております。この福岡市文学賞というのは昭和45年に創設されました。昭和45年といいますと、大阪万博が開かれた年でして、その前年にはアポロ11号が月面着陸をした年なんですね。それから今年で52回を数えるという非常に伝統のある賞でございます。この賞の特徴というのは、当初より小説、詩、短歌、俳句、川柳という5部門を設けて、その伝統を守ってまいったことです。少し調べてみたことがありますが、
全国的にもこういう形で行政が文学賞を出している例は聞きません。郷土の文学者の名を冠した文学賞というのは多くあるんですが、それらは大体全国からの応募によるものでして、まあ、町おこしの PR の一環とでも申しましょうか、そういう選択が大きいと思います。この福岡市のように都市圏に絞ってですね、地元の文学を顕彰するものがこのように長く続いているというのは非常に珍しい、おそらく日本で唯一だと思います。で、まあ、創作者と行政の双方の努力によってこの地道な積み重ねの中から、たくさんの才能がこれまで輩出しております。またそれゆえに、郷土の特色ある豊かな精神性というものが延々と築かれてきております。これは福岡市は誇って良いことの一つではないかと常々私は思っております。しかしこの長い年月の間に文芸の潮流も随分と変化しております。近年は特に部門ごとのジャンルの垣根が非常に低くなりまして、総合に影響し合って新しい発展が見られるんです。このような傾向を踏まえて今年ちょっとお手元にあります作品集の情報に少し手を入れました。それは近年の文化活動の幅の多様性は目覚ましいものがあり、文学に基づいた優れた社会活動も視野に入れておりますという部分です。ボブ・ディランがノーベル文学賞を受ける時代ですので、文学も文字によるものばかりでなく多様なメディアが勃興しております。社会への働きかけとも文学の役割でございます。でメンバルを広くする必要があるのではないかという意味を込めております。これは今後これからの皆様が切り開いてくださるということを大きく期待しております。そういう意味も含めまして受賞者の皆様方には今後とも一層ご研鑽に努められますとともに、福岡市文学界を発展のためにご尽力を賜りたいと存じます。本日は誠におめでとうございました。キリ様ありがとうございました。それでは文学賞受賞者6名の皆様よりご挨拶をいただきたいと存じます。次第裏面に受賞者の皆様の著書を記載しておりますので、どうぞご参照ください。それでは小説評論部門で受賞されました米本浩二様、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日はありがとうございます。2分か3分時間がございます。文学の特徴で言えば定年がないです。定年がない、例えばいろんな他のジャンル、大相撲で言いますと、大体力士のピークっていうのは20代後半から30代前半にかけてで、もう30代前半に多くの力士は引退して、でその中での一人きりの人たちが親方として残って相撲協会を存続させていくと。ただだから相撲取りのピークっていうのは30前後なんですね。人生の中 で彼たちのテレビで見たらすごく人生を悟っているのはいい顔してますけど、それはまさに人生のピークであるからです。で、で引退して親方となると年寄りって言われます、ね、別名。つまり力士の人生というのは現役時代が人生の最盛期であって、あとは余生なわけですね。ところが文学は定年がありませんから、一方ではピークもありません。
いつもダラダラダラなんですけども、ピークもないので一般の人から見たら分かりにくいところがございます。あの詩にしても評論にしてもハイブリッド、いろんなジャンルにしても、例えば一般の人が私にあんた今何少年とか聞くとして、文学しろとか言っても分からないです。通じません、一般の人にはね。だからどうしたらいいかと思って、つまりあの文学定年がないから、つまり生涯修行中なんですね。だからあんた今何少年って聞かれたら、修行中ですって言ったらみんななんか納得する、うん、だからこれからも修行中です。私は修行中っていうのは要するに先が分からんわけです。先が見えたら修行とは言えないんじゃないかなと思いますけど、とにかく一瞬先は闇だけども暗闇の中でしか見えないものがある。好きな道を歩けば日向の道になる。吹けば飛ぶようなもんかもしれません、あの実業の世界から見たら。でも小説とか詩とか俳句とか短歌とか川柳とか全部言ったっけの言葉が人間の魂の存立に関わるんです。それらの言葉が人間生活の基礎を変えてくるわけです。その上に、その大きな土台の上に社会生活がある。あの国連とか日本とか、あの福岡市役所もそんなことの上にある。アジア美術館とかね、そういうふうな世の根底をなす言葉というものをこれからも積み出していく。で、基礎となっているだけではありません。歴史的にも横にもつながってます。例えば石牟礼道子の句会浄土っていう作品がありますけども、あの中に水俣病の作品なのに、熊本の田舎の辺境の水俣の作品なのに、はるか昔の足尾道山、あの田中正造が天皇に直訴して皇族事件の悲惨を訴えた足尾道山のことが区間浄土の中の中心要素として入っております。これは何を意味するかというと、石牟礼道子からのメッセージです。要するに一部の地域の一部の地域、限られたもう過去の話じゃないんだと。要するに足尾道山までつながるということは、先まで将来もつながっているということです。もう一つ、そういう縦のつながりだけじゃなくて横にも広がりがある。つまり水俣病事件というのは、あの当時加害企業が作る製品は日本にとって各べからざるものだったから、あの通産省なんかも原因がなるべくわからないように、要するに権力複合体というのを作って原因の究明を遅らせたっていうくらい歴史があります。そういうことも区会場から全て書いてますけども、何が言いたいかっていうと、その権力が暴走したら恐ろしいことになる。すなわちウクライナの戦争にもつながっているわけです。だから縦にも横にも文学はつながっているんです。だから今を知ろうと思えば小説、詩、短歌、俳句、川柳の言葉に触れるしかないんです。あの困難なこの時代を切り開く力となるのが文学であります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お着席ください。続きまして、詩部門で受賞された荒平太馬様、よろしくお願いいたします。こんにちは、あの最近あの後期高齢者になりまして、相当ボケております。これ今回の詩集はですね、そのボケで書くことができました。であのボケっていうんですね、これは認知症と言うんですけども、それで何が特徴かというと、例えば生き死の問題ですね、生きてる死んでる問題、そこの間にいてうろうろさまよう、それから理想と現実の間、そういうところでおりますと、ですね、あのことに気がつきました。実は、我々の現
現実ですね。現在、現実は一体誰でできているか。そうすると、まず生きている人ですね。会場の方と私。それと、もう一つは同じように会場の方と私ですけども、これから死ぬ人。ね、それからあとは本日は、こちらに来てないけども、死んだ人。この方たちで演劇してるとです。みんなすると、つらく忘れると、みんなこの現実は生きてるんだと。そういうことで気がつきました。私は以上です。ありがとうございました。続きまして、詩部門で受賞された伊藤ふゆる様、よろしくお願いいたします。詩を書き始めて、そうですね、70年ぐらいになります。中学生の頃から書き始めました。私出身北海道なんですけれども、地元紙に北海道新聞という、地方紙としてはかなり有力な新聞ですけど、そこが少年少女北海道新聞という週刊新聞を出したんです。その文芸欄に盛んに投稿しておりました。で、何回か入選して、その頃の賞品じゃなくて賞品ですけれども、新聞社の名前の入った鉛筆2本、それから固形状態、粉を固めたインクですね。水を入れて溶かして使う。それが商品でした。で、今でも覚えてますけども、その、少女作ですね。スズランっていう名前で、その花は可憐な少女を思わせ、甘いその香りは忍び来る夏の茂りを思わせる。じっと見ていると、つい氷に誘われて、死んだ姉と二人で遊んだ、スズランの脳を思い出す、というシーンなんですよ。で、これが初めて入選して、それから何回か入選した。で、高校に入ってからは、文芸部、を作ってなかったで、部長に収まったけれども、雑誌は、機関誌は1回出したっていう、詩も1回書いたっていう、それきり詩はご無沙汰になりました。それで、大学を出て、中学校と高校の教員の経験があるんですけれども、同僚に、お姉さんが主催している詩の雑誌を見せてもらった。あ、こんな詩だったら今でも書ければいいと思ってですね。また詩を書き始めました。24、5ぐらいになって。それからずっと書き続けて、新詩っていうのはもう主催がなくなって廃刊になってしまいましたけど、その後の後を継いだ下流という同人誌が今でも横浜を中心にあるんですけど、それに所属していて、それから福岡へ来て、おととしかな、獅子カンカンという詩の詩ですね。そこに加えていただきました。そこに今所属しております。で、一応書くのは日記を書くのも若い時は感傷的な詩が中心。だんだんこう社会性を得てきて、今は政治を批判したり、ウクライナが大騒動ですから、ウクライナのことで心を痛めたり、動きをについて書いたりして、いろいろ
素材はもう無限にありますから、そこからどうやって拾って作品にするか、まあ、苦労しながら、あるいは楽しみながら書いております。一番新しい去年出版した第6番目の詩集がロンドン賞の対象になったと思うんですけれども、その後書きに書いたのは、詩は昔は人に読んでもらうためにせっせと書いたけれども、近年は自分のために、自分が晩年ですね、それこそもういよいよ終わりが近づいたという時にですね、読んで聞かせてもらったり、言われると自分で読んだりして、自分を振り返るために書くんだみたいなことを言葉に書いたんですけど、そんな心境で詩を書き続けております。ありがとうございました。続きまして、短歌部門で受賞された竹中優子様、よろしくお願いいたします。竹中優子と申します。この度は名誉ある賞をいただいて、ありがとうございます。励みになりました。私は短歌を始めて10年ぐらいになります。短歌を始めてきっかけは、たまたま福岡の地で短歌をしている人たちと知り合ったってことがきっかけで、その後また今度たまたま詩を書いてるんだよっていう人たちと知り合って詩を書くようになったり、小説を書くようになったりしました。で、今になってそのたまたまっていうのは何だったんだろうってことを考えると、私よりその先輩たちが短歌の場を作ってくれていたり、もしくは自分よりこう若い人たちがそういういろんな場を作っていたりするっていう土壌があって、そこで私はたまたまめくりあっていろんな機会を得て、自分も短歌にしていろんなものにチャレンジできた方にも最近よく思います。福岡も豊かな人間とかですね、ジャンルの枠を超えた豊かな文芸活動というのを本当に私が一番享受してるんじゃないかと思うぐらいです。この地で文学の活動できることを本当に幸せに思います。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、俳句部門で受賞された大藪公子様、よろしくお願いいたします。俳句の大藪公子でございます。俳句の大藪公子でございます。今日は素晴らしい表彰をいただきまして、本当にありがとうございます。見事に自然の移ろいを感じながら、俳句をですね、30年余りやってまいりました。俳句の納得の俳句に作る難しさは今でも変わりません。おまみ同時の句ができました時の喜びは格別でございます。私はですね、不思議に人生の角と言いますかね、人生の節目節目にいつも
桜の花と出会いがあります。結婚も金婚もそして夫との別れも満開の花の中でございました。それで今日も花がたくさん咲いております。それで花の縁起を感じながら一句お披露させていただきます。深めたる花の縁起や文学史、深めたる花の縁起や文学史。ありがとうございます。続きまして、川柳部門で受賞されました萩原夏子様、よろしくお願いいたします。萩原夏子です。よろしくお願いします。今回は思いもかけずに文学賞をいただきました。嬉しいのと半分身が引き締まってこれからどうしようという思いでおります。これもみんな戦後委員の皆様はじめこれまで支えていただいた皆様のおかげと思って感謝申し上げます。ありがとうございます。出生代理の方で見られたという方からお電話がずっと続いてまして、一番多いのは出生代理の写真は何年前のものかというのが一番多かったような気がいたします。さて私は福岡市の深夜教室で川柳を始めました。でその時にですね、先生から現代川柳のメイクというものを習うんですけれども、私が思ってた川柳と違ったので愕然としたというのが正直なところでした。ただ挑戦したいなという思いもあったから続いてるんだと思います。でその時のですね、衝撃的だった一句で、鶴明の反戦句ですが、手と足を燃いで丸太にして返し、手と足を燃いで丸太にして返しという句がありました。今テレビのスイッチ入れるとウクライナの戦火がもう毎日溢れるように出てまいります。で私は見てて画面の中に手を突っ込んで泣いてる子供を救い上げたいというような思いに何でもなりました。戦柳というものが人の喜怒哀楽を言うものであるならば、この戦もやっぱり未来の子供たちのために伝えなきゃいけないんだろうなと思います。この賞をいただきましたのを糧に、ますます励んでいきまして、川柳の愛好者が増えますように、そして川柳の楽しさとこの奥深さを一緒に伝えていきたいと思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞご着席ください。受賞者の皆様、お誠にありがとうございました。それでは、これをもちまして、第52回福岡市文学賞の贈呈式を終了いたします。受賞者の皆様に、今一度盛大な拍手をお送りください。では、これより受賞者の皆様がご退席されます。どうぞ、ご起立をお願いいたします。皆様のお近くを通られますので、どうぞ受賞者の皆様を拍手でお送りいただきたいと思います。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。